ジョン・ヘンリー・ジャック・ドク・ブラッドリーは第二次世界大戦におけるアメリカ海軍の衛星兵、ジョーロー・ゼンタールによる有名な星条機を形容する写真に写っていた6人のうちの1人であると70年間にわたって信じられてきた人物である。彼は1945年2月23日、2回に渡る妖刀のすり鉢山の頂上に 正常期を立てる作業に参加したこと自体は事実である。彼は、すりバチさんの正常期形容に参加した兵の中で、最も長く生きた。2014年、オマハワールド・ヘラルドがギネムを報道し、米ケーブルテレビのスミソニアンチャンネルが、ローゼンタール氏の写真に写っていた米兵たちの身元を検証するドキュメンタリー番組を制作したことを機に調査を行ったところ、 写真に写るジョン・ブラッドリーが別人ではないかという疑念が出た。海兵隊でも調査をした結果、写っているのはブラッドリーではなく、ミシガン州デトロイト出身のハロールド・シュルツ一等兵であることが確認され、2016年6月に米国海兵隊は公式にこれを認めて訂正した。洋党の正常期を題材とした2006年の クリント・イーストウッド監督による映画父親たちの成長期ではライアン・フィリップがブラッドリーを演じている。ありがとうございます。